細い人って弱そうじゃないですか。は強そうな人がいい。細マッチョかもしれんやろが。で、好きな映画は、あキングスマンとか好きですよ。あ、面白いんすか、あれ。俺見たいなって思ってたんですよね。面白いですよ、かっこいい。キングスマンいいね。面白かった。おじゃあ好きな筋肉の部位は。好きな筋肉の部位、胸筋。胸筋が好きなんだ。さすがに胸筋。細い人よりもなんかこうムキムキな人が好き。肩幅広い人好き。お肩幅。ムキムキさで言えばベルさんぐらいのムキムキさがいいの。あ、なんかでかければいいです。なんかそのちょっと脂肪でぽっちゃりでも全然いいです。いやー、それ嘘だな。お、姫の嘘が。それは嘘だな。姫、そうやって取り巻き作ってんすね。うん、姫は優しい人が好き。マッチョは本当で、マッチョはさすがに現金だなって思って付け足したぽっちゃりがライヤー。いや、細い人って弱そうじゃないですか。は強そうな人がいい。細マッチョかもしれんやろが。いや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 、もっと筋肉つけないとダメですよ。必要ないですよ、筋肉。現代社会において、原始の民ならいざ知らず。今はもうガリガリが低燃費。ガリガリが低燃費。クズハク細いからな。あんだ。